こが合いびき用の部屋ってわけか。人目にもつかないし、二人っきりで会うにはなかなかいい部屋だな。アルベルト、ダッサーさん、すまない、君を危険な目に遭わせてしまって。気にしないでください。こうして会いに来てくださっただけで私は幸せです。あのさ、話を聞かせてもらっていいか。そのままにしといてやりたいところなんだが、どうもその視線が痛いんだよね。魔物のことでしょうか、それともリオンレンダスへ攻め入ろうとしていることでしょうか。どちらも。私の体は日一日と呪いにより蝕まれています。これは父に期限を守らせるためでもあるみたいです。どうすれば呪いは解けるのですか。あの騎士の言うことでは契約が果たされた時だということです。だとすればアルベルティさんが彼らを阻止したらナスターシャさんは助からないということ？それは仕方ありません。愚かな父を置いて一人だけ生きていくことはできません。父の犯そうとしている罪を考えれば、父を止められなかった罰としては当然の報い。皆様、どうかアルベルトにお力添えをお願いいたします。信じるぜ。彼女の瞳は嘘をついていない。惚れた女にここまで言わせてるんだ。男だったらかっこいいところを見せないとな。かけることのできる呪いであれば解く術もあるだろう。奴らが相手なのだぞ。そう言い切れるのか。それを言っても始まりない。残酷なことを言うようだが、奴らを止めること、今はそれだけを考えるべきではないのか。あなたの言う通りだ。今は奴らを止めるのが先決だ。死生観ミダスは援軍を送ると言ったんですね。近日中にトラロカンからの援軍が来る手はずになっているということだ。間違いなくギルガゼオンとトラロカンの軍でリオンレンダスを攻撃するつもりだ。このことをマサオに伝えよう。それでも奇襲を防げるだけだな。ならばアグリスと俺たちトゥランが手を貸そう。トゥランはともかく、アグリスはどうやって説得するんだ。トラロカンが奴らと手を組み、リオンレンダスが落ちたとなればリスは四方を囲まれ袋のネズミとなる。リオンレンダスの重要さと、これ以上奴らの勢力を拡大させてはならぬことも分からぬ王ではあるな。俺もその意見に賛成だ。ラインバック王も動く時を見極めていたように思う。今がその時だと焚きつければ動かざるを得ないだろう。そうと決まればちゃっちゃと行きますか。必ず助けてみせる。だから待っていてくれ。私はアルベルト、あなたのことを信じております。
してここが。ここで何をしていたのだ。何と言われましても。ナスターシャ、私を恨んでいるか。恨むなど、そんな。私は世界を望んでいるわけではない。こうしなければ我らは滅ぼされる。だからこそこの名を辱めてでも。だからといって他国の民をその命を踏みにじることが許されるのでしょうか。それでことが収まるなら致し方のないことだ。私には耐えられません。もしそうなればその時こそこの身を呪いで焼き尽くしてください。アスターシャ、バカを言うものではない。お前は必ず助かる。今は私を憎んでくれても構わん。だがいずれ私のしたことが正しかったのだと気づくはず。